おはようございます。9月の4週目の第3礼拝、心主に向かって礼と誠を持って礼拝していきたいと思います。皆さん立ち上がって主を賛美します。信徒告白します。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンディオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢い至りて生ける者と死に至る者とを裁き玉。我は聖霊を信ず、聖なる高度の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。詩編126編を一緒に講読します。主がシオンの囚われた人を帰らせたとき、私たちを夢を見る者にあった。そのとき私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。そのとき国々の間で人々は言った、主は彼らのために大いなることをなされた。主は私たちのために大いなることをなされ、私たちは喜んだ。主よ、ネゲベの流れのように私たちの囚われた人を帰らせてください。涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう。刈り入れを抱え泣きながら手で行く者は束をかけ帰ってくる。アーメン。神様の恵みを思い出しながらアメージングレース共に歌います。
週1週間は、名古屋で、家族ファミリー、ギャザリングがありました。神戸からも全部合わせて大久保合わせて40人近く行って、まあいろんな、ところから集まって、海国から中国から韓国からキャナダあらゆるところで、来られて約450人ぐらい集まって、日本のために共に、神様に向かって心一つにして、お互いの国の壁、いろんな今までの傷の壁、民族の壁、いろんなことを全部イエス様の血潮のところに全部、流して、お互い許し合って、本当に心と心一つになって祈る、そういうもう本当に神の家族の回復、神の愛にお互いに飛び込む、そういうギャザリングでした。本当に、御言葉で、言ったその言葉が思い出しました。歴代史第2位、7の14節には、私の名を呼び求めている私の民が自らへりぐだり祈りを捧げ、私の顔を下へ求め、その悪い道から立ち返るならば、私が親しく天から開いて彼らの罪を許し、彼らの地を癒そう。韓国、中国、日本がもういろんな今までの歴史の絡まりがあって、お互いに本当に近くに、接近しながら、まだ本当に見ると血のつながりがある国なのに敵になって、長年間お互いに本当に心の壁をあったこと、何回も何回もそうなんですけど、今回私たちは完全にもう宣言しました。そしてイスラエル、カレンダーで5707年、この8年、今新年になってるんですね。20日から、まあ、4日ぐらいになったところなんですけど、新年少々、この8は門という意味があって、新しい始まり、新しいことが起こることをみんなで宣言して、今までのすべてのことは本当にイエスの血潮で洗い流して、互いが本当に、主の名を求める同じ民族、神の家族が一つになって、一緒に悔い改めて祈りました。もう涙のだらけでした。中国人たちがどんなに、この日本に来て住んでる中国人たちがもう涙流して、
許してください。お互いの壁を許してください。そして韓国から50人ぐらい来て、お互いに輪になって、本当に、今危ない状況で行っても、神の民が神の御顔を主体求め、自ら私たちが神の、本当に、罪を悔い改め神を求める時、地を癒すって。だから危ない状況にあっても、神様の民たちが一つになって祈る時、神様は地を回復する奇跡が起こることを確信してきました。私たちもこの八という新しい年、新しい季節に信仰も新しくして、皆さんもそれぞれ教会の中でもお互いに壁があり、教会と教会ごとに壁があり、また教派的な壁があることを全部もう無にして、イエスの血潮によって私たち一つになって共に分かち合い回復し、一つになって祈るとき、神様天を開いて、祝福してくださるっていうことを期待して出発しようと、その恵みを持ってきました。そういう年であること、新しい年であること、私たち期待して信仰を持って、いろんな壁を、私たちの中にも壁がありますね、許せない壁、嫌な壁、それを打ち破って、ただただひたすら主だけを見上げていきたいと思います。そして本当に私たちは証人になっていきたいと思います。今はエリアの日、みんな立ち上がって賛美していきましょう。
一つ日本に対するいい予言を聞きました。日本は剣、刀に見えるそうですね。それが神の御手に持たされた時、それは日本が神によって立ち上がる時、それは最後の最後だと。ある面で日本は隠された剣だと。誰も剣だと思わない、眠ってるように剣に見えなかった、最初は竜に見えたみたいですね。このある見ると竜みたいけど、また逆に見ると剣で、この剣であるこの日本を神様は最後の最後に用いろうと思って隠してくださった。そして日本が立ち上がり、日本がイエス様の手に持たされた時、もう本当に最後の終末の戦い、あらゆる帰ってくるべき神の民が帰ってくる、そこに日本が用いられる神様に、準備された民族であること、そういう使命があるんだということを皆さん覚えて、今思いもない私たちが自由に福音を伝えられない、その、エジプトかアラブのその国々に、イスラム教いっぱいの国々に、宣教師が本当に語れないその国々に奇跡が起こって、もうイエス様が直接、その人たちがイエスのこと聞いたこともない、見たこともない、聖書も読んだことない人たちに現れて現れて現れて、イエスだということが分かって、今そのイスラム教徒からもう100万人単位で帰ってくる、もうね1億以上帰ってきてるっていう、この中東の牧師先生たちから聞きました。今神様ができないことないですよね。最後に救われるべき人たちが救われるために、神様、人間でできないところには神が、イエス様が直接パウルに現れるように、直接現れ、その固くな心を変えらせて、その人たちが立ち返ってくる。日本も絶対何かの神様の奇跡が起こって、本当にいつも菅原先生祈ってるように、集団的に立ち上がる、集団的に救われる、そういうふうな起こると思います。期待して、私たちに、この民族に主が本当に期待するこの使命を果たすように、私たち本当に、主の御顔を求めながら、この最後に、危ない、時代なんですけれども、信仰を持って希望を持って、私たちが証し人としてイエス・キリストのこの救いを最後の最後まで忠実に、全世界の人たちに述べ伝える、その民族として示されたということを、誇りかなんか、その使命を皆さん、勝ち取って、そうしていきましょう。その後は本当に天国ですね。最後の曲をしたいと思います。Say
この地上に送ってくださり、その十字架の痛み苦しみ罵り、その傷によって今私たちはどんな民族であっても、どんな状況にあっても関係なしで罪許され、神の命をいただき、神の子供とされるこの恵みの地帯に、救いの地帯に私たちが今生まれ、神と出会ってイエスを本当に心から感謝し、救い主として、人生の主人として迎えて、新しい人生歩めることを感謝します。主よ、でもこの世の中で私たち本当にいろんな壁があり、いろんな主よ障害があります。でももうこれからは本当に全ての思い煩い、傷、壁、いろんな心の葛藤、戦いを本当に信仰でイエス・キリストの十字架の前に下ろします。私の名を呼び求める私の民が自らへり下り、祈りを捧げ、私の顔を慕い求め、その悪い道から立ち返るなら、私は親しく新しく天から開いて彼らの罪を許し、彼らの地を癒そう。主よ、この地上で唯一希望は、主よあなたを礼拝し、あなたを認め、あなたを本当に見上げることです。あなたに立ち返ることです。私たちにその使命が与えられました。主よ、私たちの罪を許し、私たちが本当に主の証人として聖霊とともに、この残された私たちの人生を主の再臨まで忠実に、証人として、勝利者として歩めるように、聖霊様助け導き、主よあなたが覆ってください。この日本を祝福してください。感謝します。今日もこの講談を祝福してください。菅原先生の上に豊かな豊かな聖霊の臨在と油注ぎがあって、本当に私たちの心に、思い、魂、心、本当に両刃の鋭い、剣のように私たちの心、思いを差し通す
そして私たちが本当に主にその言葉に生き返られ、本当に私たちが立ち返るようにその命の言葉を語ってください。しもべは聞きます。主よ、この礼拝そのものが主に本当に霊と誠として捧げられることを感謝します。イエスの御名によってお祈りいたします。主ただしが天地と生きるもの、すべて作られこの世界を治める神を表す神、主の御心は成し遂げられる。御手の中で主よ、さぜん地を聖なる座に塗、天の父様、力の限り讃えよ今、主なる神に。主ただしが天地と生きるもの、すべて作られこの世界を治める方、主ただしが喜び永遠の国の神の栄光、神の支配を褒めたたえよ。力の限り讃えよ今、主なるイエス、さあ全地よ、さあ全地よ、聖なる御座に向かい、力の限り讃えよ今、主なるか、もう一度、さあ全地よ、さあぜそう全地よ、聖なる御座に力の限り讃えよ今、主なる神。見よ、私は天にも地にも満ちているではないか。見よ、私は天にも地にも満ちているではないか。今日も聖霊によりて、私たちの救いに主イエスキリストと愛する御子を私たちの罪に許しのために十字架におかけになるために惜しむことなく天の御座からお使わしくださったお父様の上に誉れ賛美栄光礼拝喜び感謝、すべての生き物を力いっぱい豊かにお捧げいたします。ハレルヤ、アーメン。おはようございます。
先週はあの台風18号が来るということで、ちょっとね、いろいろと心配もしたんですけども、まあ、意外とあの被害のあったところもあるんですけど、まあ、近畿地方はあの予想されたほどには被害もなくて、それ良かったなと思って、なんか夜中の10時あたり、この辺りに行ったらしくて、ですね、私たち、まあ、ちょっと1時間ぐらい、かなり強めもたんですけど、あの私の方も、ね、山の方なんで、被害が出たらなと思って、ちょっと、まあ、心配というか、そういうこともあったんですけども、無事に、大きな被害もなく過ぎ去って、今日共に、ね、礼拝を持てて感謝します。今日先ほどあの高橋牧師がユダヤ暦、ね、5778年、今週の水曜日の夕方から5777年が終わって、5778年ですね。皆さんね、ユダヤ暦はもう5778年入ってるんですね。新年経ってもう3日経ってるんですけど、ついでね、ちょっとちなみに言いますと、イスラム暦は今年1439年です。イスラム暦1439年ね。これ、マホメットの、ことどこかね、マホメットが生まれた年なのか、マホメットがですね、イスラム教を始めた年を起点にしたかわからないですけど、イスラム暦は1439年。皆さん、後期って分かります？後期って日本の、あの、ヤマトタケルの御事が日本始まったというね、神話伝説に基づいて、計算したら、今年は確か2677年になると思います。昭和15年が後期2600年行ってましたから。昭和15年が後期2600年行ってましたので、それからちょうど77年経ちますので、2677年が後期ですね。このね、皆さんね、独自のこの暦を持っているところはキリスト教が非常に広がりにくいです。独自の歴史、独自の文化、独自の宗教で生活が回ってますからね。日本の場合は後期プラスさらに言語がありますよね。昭和や平成、言語があるでしょ。役所なんか全部言語でないと、役所の公務者は全部言語ですからね。うん、言語、日本の場合は二重のかかってますわ。後期と言語がありますからね、まあ、とにかくそういうことなんだな。でこういう特別な暦あるところはキリスト教が広がる。キリスト教は何年かな、皆さん。キリスト歴は何年、今年2017年ですよ。アメン。2017年、おキリスト歴やったんかって皆さんびっくりしたらダメですよ。2017年はイエス様の誕生を切ってる人ですね。ありがとう、感謝します。さあ、それでは今日は第4週ですので、あのキリストの誕生の次第が記録されているルカによる福音書の2章の1節から20節をお読みしていきたいと思います。ルカによる福音書はね、女性の立場、女性の目線、あるいはあの世の中から世の中で弱者ですね、社会的な弱者と思われるような立場の人々にキリストの恵みのスポットライトが当たっている。ですから、まあ、最近使わない言葉ですけども、香川豊彦というすごいキリスト教の指導者が戦後いたんですね。香川豊彦はもうキリスト教を代表する牧師ですけども、社会運動にもね、いろいろしたもんですから、戦後の首相になるはずだったんですよ。クリスチャンだしね、マッカーサーは気に入った。ところが社会運動にもちょっと染まってしまったので、日本の首相にはなれなかったです。香川豊彦、灘のコープを始めた人ですよ。兵庫コープをね、その人がこう言ったんですね。ルカによる福音書はあのプロレタリアートの福音ってこう言ってるんですよ。最近プロレタリアート言葉言いませんね。それでブルジュア、ブルジュア、金持ちの資産家階級がブルジュア、庶民階級がプロレタリアートと言ったんですけどね、そのプロレタリアートの福音とね、香川豊彦先生が言われたんですけどですね、嫌われ者の座会とかね、あるいは金持ちの家の軒下で、雨露をしのぎですね、まあ、乞食と思われるような生活をしていたラザロにこの、ね、目が当てられてるのね。女性の方に視点がいってるとか、それが皆さんルカ伝の特徴です。だからルカ伝読まれるときに、あ、菅原牧師がそんなこと言ってたなと思いながら問題意識
しながら読んでいくと、あ、そうやな、そうやな、ね、罪深い女がね、自分の涙で、ね、髪の毛を濡らして、そしてイエス様の足をね、こう拭ったという記事もね、そうでしょ。だからルカ伝は弱者の方に目を向いた福音だと言われてるんですけども、さあ、この、ね、マリアの視点からですね、キリストの誕生の次第が記録されていますので読んでいきましょう。3、はい、その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウゴストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身重になっているイーダヌスケの妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の産んだ。それで布にくるんで可愛いボケ寝かせた。ヤデヤには彼らのいる場所がなかったからである。さてこの土地に羊飼いたちが野宿で4番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。ダビデの町であなたの民救い主がお前になりました。この方は主キリストです。あなた方は布にくるまって貝箱に寝かっておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように、御使いたちが彼らを離れて天に帰った時、羊飼いたちは互いに話し合った。さあベツレヘムに行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして急いで行ってマリアとヨセフと貝箱に寝ておられる緑子を探し当てた。それを見た時羊飼いたちはこの幼子について告げられたことを知らせた。それを聞いた人たちは皆羊飼いの話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことを全て心に収めて思いを巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので神を崇め賛美しながら帰っていた。クリスマスの、ね、出来事ですよね。イエス様が、ね、誕生、馬小屋っていうかね、家畜小屋っていうか、まぶねの中にね、その中で産声を上げられたっていうね、有名な箇所でもあります。で、人知れずね、誰もわからないところでそっと、しかも馬小屋っていうんですかね、家畜小屋の中で、出産した、マリアが、ね、出産したということはよく知られた、話ではありますけども、このね、密かに生まれた神の御子ですよね。神、イエス様は神様が人の姿をとってこられた方です。アメン。イエス様は神ご一身なんですね。で、私たちは神様に似せて作られる。私たちはだから私は神様ではありません。神に似せて作られている。でもイエス様は神ご一身です。アメン。神様は人となれたお方だと聖書は言っていますね。この方が私たちと同じように幼子イエスとしてこの世界に神の御子が誕生されたわけですけれども、この誕生は密かな、そういう状況の中でお生まれなさったんですけれども、天の御使いたちが最初にこのベツレヘムの野原でですね、羊を飼って、羊が狼とか獣に、野の獣に襲われることがないように羊の警備を、ね、予番をしていた羊飼いたちのところに天の御使いが現れて、そしてね、糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように、そしてダビデの町で今日あなた方のために救い主がお前になりましたと言ってですね、告知されたわけです。実に天のお父様はこのイエス様の誕生を静かに人知れずこの世界にお送りになられましたけれども、第一に神の御子の誕生を知らせられたのは名もなき羊飼いたちだった。アーメン。
名もなき羊飼いたちであったですね。4番をしている羊飼いたちであったと。まさにここにルカ伝のですね、この真骨頂も現れているんだろうと思うんですね。で、私たち人間っていうのはやっぱり有能な人、ね、やっぱり良い学校出た人とかね、いろいろ、それで大事なので、ね、企業とか会社の場合は、そういう人を多く求める。それは当然のことであるし、別に普通のことなんですけれども、ただ、この天地を作られたお方は、私たちの能力とか、私たちの経歴とか、実績を見るんじゃなくって、私たち小さな名もなきものにも主は目を注いでおられる。ハレルヤ。皆さん、ハレルヤ。これが神様の恵みですね。名もない小さなものにも主は目を留めておられる、ね。だからイエス・キリストの誕生の最初の知らせを名もない羊飼いたちに主がね、お知らせになられたことは神様の御心にかなったことでありました。私たちも名もなきものであることを主に感謝をいたしましょう。私たちのような名もなき小さなものにも主は目を留めておられますから感謝ですね。アーメン、ね、皆さん隣にしてみましょうか。あなたも名もなきものだったよねって言った。名もなきものでしたよ私もね。だけど、ね、私なんかは、ね、本当に名もなきもいいとこです、ね、高校時代も勉強も頑張ったのに何も言ってますけど、何度も言ってますけども、勉強した割には成績が上がらなくって、ね、高校3年生の進学相談の時があったんですけど、菅原か、どこも推薦できへんしな、どこの学校行くってな感じだったんですね。もうその後言われるの分かってたの、私もね、もう面白くないなと思って、学校の中では全くもう期待されてないような男でした。でも主は名もなき私に身を留めておられました。主の栄光ありますように、ね、多分同じ学年の中で私が今分かりませんけども一番元気かも分かりませんね。一番ですね、神様に愛されてみんな愛されてるんですけどもね、本当に名もなき私に主が身を留めてくださって、まあ、感謝なんですけどもね。そのように神様は私たち人間の評価とはまた違った評価をされる。アメン。人は人の外形を見る。しかしはその人の心の内を見られる。アーメン、ね。だから神様のものの見方は私たち人間とは違うんだということですね。何が違うのか。私たちはできるとか何か有名であるとか実績とかどうしてもそっちの方に主眼が置かれるんですけども神様はそうではないよということですね。そのことを覚えてね、感謝をしたいと思うんですけども、このようにして最初にクリスマスの出来事を知ったのは名もなき羊飼いであったということですね。で、このところの歌ったクリスマスソングがありますよね。ノエルをばはじめにってあるじゃないですか。で、ノエルはこれフランス語だったと思うんですけども、このノエルですね、クリスマスソングを最初に歌ったのは誰かっていうね、名もなき羊飼いではなかったかっていうことが、ね、歌で歌われてますね。ノエルおばはじめに歌いしはたれぞ、野にある貧しき羊飼いなりき。ノエル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 、主は守りませり。アーメン。アーメン。ね、本当にね、この歌の通りですね。主は守りませりって分かりますよね。降臨されたっていう、降りてこられたっていう意味ですね。守りませりですね。めったに使わない、言葉なんでね、説明しないと分からない方もいるかも分かりません。まあ、そのようにして、キリストのね、ご降誕があったんですけど、ちょっとね、初めに帰りますけども、皇帝アウグストの時代に住民登録をしなさいという勅令があった。で、皇帝アウグストですけども、
皆さん皇帝アウグストはちょっとこれ出てきますけども BC28 年から AD14 年までローマ皇帝として君臨した実在の人物です。当然ね、皇帝アウグスト、皆さんちょっとね、皆さん線引っ張って自分の聖書のねあのところに書いたりする、教会の聖書にあまり書かないでね、自分の聖書に書いてくださいよ、ね、まあ、あの BC28 年がこのことですね、実在ですね。で、あのクレニオがシリアの総督であったと次書いてますけども、あのこれを書いたルカは唯一この聖書の中の記者の中でユダヤ人でない唯一の異邦人がルカです。ルカは職業がお医者さんで、生まれあの血筋は民族はギリシャ系民族なんですね。で、聖書の中でルカはルカ伝と使徒行伝を書きました。この、ね、ルカ伝と使徒行伝だけがユダヤ人でない唯一の人が聖書に加わってるの。だからルカは、ね、お医者さんですから科学者の目、より客観的にですね物事を捉えようとしてね、そして彼自身はあのイエス様と直接関わりないんですよ。イエス様会ってないんですよ。イエス様の十字架から何年もしたからパウロの伝道によってクリスチャンになって、そしてキリストの記録を残そうということで彼はイエス様に出会った直接出会った多くの人からあのデータを収集して、そしてできる限り時系列を追って書き残したのみさ、これがルカでの福音書です、ね、だからルカの福音書はユダヤ人の目じゃなくていわゆるヘレニズム文化ですね。このギリシャのそのような合理主義な哲学の文化の中で生まれたそのような男の目によってですね、手によって書かれたと、これがルカ伝の特徴であるんです。だからルカはイエス様の登場が単なるこの作り話じゃなくって、こうやって皇帝の名前を書くことによって歴史的な中に身を置かれて、アメン、歴史の中に神の御子が来られたんだということを知らせるために皇帝アウグストの時だとこのようにあえて書いたんですね。クレニオがシリアの総督であった、そして全世界の住民登録をしなさいということですね。で、今でも皆さんね、住民登録っていうのは今でいう国勢調査みたいなもんなんですけども、皆さん日本でも数年に一度国勢調査って来ますよね。いろいろと何ページかね、こう書き込んでね、まあ、それをデータにして、日本の将来の設計図を政府は描いて、まあ、いくわけですけども、ね、そのことによって日本人の人口の正確な数をですね把握できたりしますよね、国勢調査ね。で、この皇帝アウグストの時のローマ皇帝の初代皇帝ですけども、彼もですねローマ帝国全体のその人口調査と、そして同時に人口調査が目的ですけども、さらに深い目的は税金を漏れなく納めさせるためですよ。税金漏れなく納めさせるために住民登録をしようということで勅令が出されたんですけども、皆さんこのような日本のようにこう整った現代でも皆さんね、国勢調査でみんなに配って集めてデータを分析して集積して結果を出すのは1年以上かかるじゃないですか。ましてや皆さんこの時代に自動車もインターネットも何もない時代に、皆さん人口調査どのぐらいかかったと思います？数年かかってんですよ。数年かかってローマ帝国の全域のですね、できる限りの正確なですね住民登録をしたと、まあそういうことなんですね。で、そのような大事業であったと思うんですね。それは彼はローマ皇帝の最初の初代皇帝で立ちましたから、ローマ帝国の全体を知りたいと思ってそのような皇帝の勅令ですね出したということがまあ考えられますよね。で、それぞれのふるさとの町に帰りなさいとですね、3節に書いてますね。人々は皆登録のためにそれぞれの自分の町に向かっていったと書いています。ヨセフもガリラヤのナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていったと書いてますね。で、ナザレから
ユダヤのベツレヘムまでは南北あるんですけど、ベツレヘムはエルサレムから10キロぐらいです。ここから証しと手前ぐらいの距離しか離れてないんですけど、で、このガリラヤのナザレは兵庫県でいうと、直線でいうと霞や豊岡あたりですわ。100キロぐらい離れてるの、ね、だから身をもの身ですから、1日に20キロ旅ができたとして、ナザレの村からベツレヘムまで100キロですから、4、5日の道のりをかけて旅をしたということが、まあ、分かりますよね、はい、で、このヨセフもマリアも許嫁でやったとかね。皆さん、許嫁っていうのは子供の頃から親が決めるのが許嫁ですわ、ね、で、お互いに20歳はもう結婚の時期だったから許嫁言わないです。許嫁はもう幼少の頃から、あんたの息子と、ね、私の娘は一緒にしようねって親が合意して、そして許嫁ですね。やがて大きくなったら2人は一緒になる。ですから、この許嫁するぐらいですか、親同士が信頼関係があるし、ですね、近しい縁戚関係、親戚関係であったということが、まあ、推測できるんですけれども、このルカはですね、マリアの家系をたどっていけばダビデの家系に行くし、またマタイの福音書はヨセフの家系をたどっていけばダビデの家系に行くんですね。ですから二人はヨセフとマリアも三代ぐらいこう行くと、おじいちゃんおばあちゃん一緒っていうかね、そんな感じなんです。それずっと行けばダビデ。そしてこの二人ともですね、この家系は自分たちがダビデ王の末裔とか、みんな自覚あるんですよ。皆さん、ユダヤ人はすごくこの家系を大事にする民族なんですね。自分たちがどこの出であるかってことをみんな自覚しながら生きているわけです。だからヨセフもダビデもね、いきなりあんたはダビデの人だって、え、本当、そういう世界じゃないです。彼らは自覚を持って自分たちはダビデ王の末裔であるという自覚を持っていたということは非常に大事なことだと思うんですけども、ですから、ね、ダビデの王のふるさとはベツレヘムでしたね。だから先祖の町であるベツレヘムに彼らは身重になった、ね、マリアを連れて、ヨセフがですね、新生児してからどうですか、子供が生まれておんぎゃーと生まれて、血のみを皆さん連れて旅するの大変じゃないですか。だから子供が生まれる前に早く登録しましょうということだろうと、まあ、推測できますよね。そしてふるさとのですね、先祖の村に帰っていったら、もうね、宿屋がもうすでにいっぱいだった。まあこの言語では二階座敷という意味があるらしい、これ宿屋と訳している日本語ね、言語では二階座敷という意味があるらしいんですけども、要するにもう部屋がいっぱいになっていると。だけどもね、臨月に来ているし、今夜子供が生まれるかもわからないという状況の中でしたから、まさかね、露天で子供もわけにいかないんで、どこでもいいですからね、夜露がしのげたらそこに、ですね、休ませてほしいということで、聞いたら家畜小屋が空いてるということで、そこでもいいですよということで家畜小屋に泊まったら、その晩に陣痛が来て幼子イエスが生まれたっていうわけですね。皆さんね、ここで一つのメッセージは、皇帝アウグストは自分の勢力を確認するために、自分の力がどれほど影響力があるかということを確認するために人口調査したわけですね、住民登録したね。だからアウグストは自分の統治のためにやったんですよ。ところが皆さん、この彼の勅令が預言を成就させる働きに彼は知らないで組み込まれていた。アーメン。だから神様はこの地上の権力者よりもはるかに偉大な方です。権力者は自分の知性で自分の思うように政策をしたんだけども、実は神様の御手の中に彼はあったって、皆さん、ハレルヤ。これが創造主の偉大さです、ね、この地上の権力よりもはるかに偉大なお方がおられると。だから地上の権力者が自分でいろいろやってるようだけど、実ははるか上のお方がそのことを支配していた。だからわからないけど、今のキム・ジョンウンのこととか、あるいはトランプのことも含めてね、
きっと後で構成で見てみたら、実は神様の見ての中でキム・ジョンウンはあんなこと言ってたんだということが分かるというか来るかも分かりませんね。分からないですわ。ハレルヤ、ね、皇帝アウグストがそうですもんね。人口調査しなさいって言った。彼はそんなことは予言の中で夢にも知らない。だけども結果的に予言の通りにイエス様がベツレムで生まれるということの彼は片棒を担がされていたと、まあ、いうことですよね。皆さん、神様の偉大さに感謝をしようではありませんか、ね、そんなわけでね、このイエス様が解剖家に生かされた、ね、で皆さん、この解剖家に生かされたということで、まあ、日本の私たちは聖徳太子いるじゃないですか。皆さん、聖徳太子の別名知ってますよね。馬宿の王子って知ってます？聖徳太子も馬小屋で生まれたっていう、これはね、知ってます、知ってますよね。うん、で、聖徳太子がなぜ、ね、この馬小屋で生まれたっていうのは、これもみんな知られてることなんですけど、まあ、実際生まれたかどうかしらも伝説を言われてるんですけど、なぜ馬小屋で生まれたかってね、それはね、もう私、馬小屋で、ね、生まれたというと、イエス様って結びつくじゃないですか。実はこの聖徳太子の時代に中国で、唐の時代ですけれども、中国の唐の時代で流行していたですね、キリスト教の一派のネストリウス派の影響があって、日本にもこの中国で流行していたキリスト教経教というんですけど、これの影響があっていろんなところでですね、キリスト教の影響を受けている痕跡がいっぱいあるんですね。京都は、ね、710年ですか、平安京遷都があったでしょ。710年です ね。でこの平安京を、平安京って皆さんヘブラグで言ったらどうなんの？エルサレム、エルサレムを日本語に訳すと平安京ですわ。平和の都だからね。でこの平安京を作ったのはハタシという一族で、ハタシ一族は、ね、トライ民族で、そしてキリスト教徒であったということはほぼ間違いないです。ですからですね、この平安京にも影響、ね、影響を持った、財力を持った畑氏一族がですね、桓武天皇ですね、奈良から仏教の影響力から逃れるために京都へとですね、遷都した。その中心人物は畑氏一族なんですね。まあ、そんなわけでですね、さまざまなキリスト教の、中国におけるキリスト教の影響を受けた時代が日本にもあったんですよ。光明皇后ってでしょ。光明皇后は福祉で非常に有名ですけども、日本の福祉の原点と言われてますけども、皆さん、光明皇后は敬教徒であった、つまりその当時のキリスト教徒であったという説が非常に強いんです。で仏教は認めませんけども、実際にですね、李密という人が中国からやって日本にやってきて、それで光明皇后の子供の病気のために祈ったら、その子供が病気が治るんですよ。それをきっかけに光明皇后は改心して、そしてキリスト教徒、敬教徒になった。ですから光明皇后、光明皇后のややこしいな、光明皇后の時から皆さん、懺悔寺ってあるんです。懺悔寺、仏教の中に懺悔寺ってこともないんです。あの時から懺悔寺、つまり悔い改める、懺悔って悔い改めるでしょ、ね、非常に影響が強いという、まあ、そういう中で馬宿の王子と言われたのはやっぱりキリスト教の影響があったとは明らかですね。ちょっとだけ勉強すると、ネストリウスなんですよ。このネストリウスという人は、5世紀の時にカトリックの元になっているその団体があって、その時にカトリックにやがてなっていくんですけども、この教会の会議の中で、ネストリウスという人は、こう言ったんです。マリア崇拝に、ね、教会全体がマリア崇拝に傾きかけている。マリアを尊敬するのはいいと。イエスの母だからね。だけどマリアを崇拝するのはいかがなものかということで異論を唱えたら、多くの人々はマリア崇拝に傾いていたので、ネストリウスはその反対意見を言って、それは正しいんですよ。彼は異端だということで、彼は教会が掘り出されていくの。でもこのネストリウスという人はですね、今のペルシャのオデッセというあたりで、自分の正しい聖書の教えを広げて、そこで一つの大きなキリスト教のコミュニティができるわけね。でそのネストリウスの考えの影響を受けた人が、いわゆるシルクロードを渡って唐の都の長安に行くので、唐の都の長安、その当時、唐の、ね、王様は、キングは大宗という人です。
ここに大層って大きな層と書いてるでしょ、ね、この大層という王様がいて、この大層にですねアラボン、まあ、アブラムって意味なんですけども、アラボンというこのネストリウス派の宣教師がやってきて、私たちはカクカクシカシカでこのような教えをこの塔で広めたいと大層にですね説明したんです。そしたら、ね、この塔の王様がね大層喜んでね、もうそれを言いたくていっぱいいっぱい大層本当に喜んで、そしてとか皆さん景況が大力するの、この7世紀から9世紀200年を守り大流行して大神事ね、渦政寺と書くんですけど、大神事ね、教会のこと大神事、教会って言わないでお寺と書くんですけども、内容は教会なんですね。でこの200年余り大流行する、もうこの景況が唐の時代に大流行したって見たら碑文があるんですよ。ごっつい碑文があって、そこに漢文でザーッとアラボンがやってきて、そしてこのアダムの話からずーっと碑文が出てきてるんですよ。これ歴史的な事実です、ね。でもやがて9世紀にですね、このキリスト教を嫌った道教です。キョンシーですわ。キョンシーの道教によって完全にキリスト教は中国で滅ぼされていくんですよ。これは私たち日本にもすごい深い関係があるんでちょっと今日語ったんですけど、皆さんこの景況ですね、ネストリウス派ですね、この影響の中で、聖徳太子が馬宿で生まれた。聖徳太子は立派な人だからイエス・キリストとこうなんかね符合していくような、まあ、そういう感じで馬宿の王子と今呼ばれて、まあ、いるわけです、はい。さあもうこんなことで時間取ったら、はい、それじゃあね皆さんね、マタイの福音書の中からキリストの、ね、誕生について少し見ておきたいなと思います。マタイの一章の18節です。皆さん景気は面白いですよ。日本の関係も爽快、空海が中国に慈悲で、ね、勉強に留学したでしょ。あの頃が景気が一番中国で栄えた時代です。だから空海はキリスト教の影響を持っている方は間違いないです。大神事ね、いわゆる教会に行って彼は相当の影響を受けて日本に帰ってきたに違いないですね。はい、官庁と呼ばれるね、いわゆる適齢方式のこともですね、彼は受けてると言われてるんですけども、まあ、だから行きましょう。マタイの一章の18節から、ですね、ヨセフの立場からお読みします。はい。イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって彼女を晒し者にしたくなかったので内密に晒すようと決めた。彼がこのことを思い巡らしたとき、死の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているのは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。身を諸女が身をもっている。そして男の子を産む。その名はイマヌエルと呼ばれる。訳すと神は私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにしてその妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけた。そうですね、二人がイエスが生まれるまでね、ヨセフとマリアは男女としての営みがなかったということをはっきり書いているんですけども、本当に感謝ですね。で、このねヨセフを通して、御使いが心配するんだと、マリアは妊娠してるけど、ね、他の男の子じゃないよ、聖霊によって身ごもってるから安心して迎えてあげなさいということ で、ですね、夢の中で御使いによってヨセフに知らされるわけですね。だからマリアはマリアでガブリエルを通して受胎告知を受けるし、ヨセフはヨセフでですね夢を通して御使いがヨセフに語るってことですね。だからイエス様の誕生は本当に不思議ですよね。マリアにもヨセフにもね、そして2人がですねイエス様の誕生まで男女の関係を持つことがなく、そしてですね幼子イエス、神の御子が生まれた。ですからイエス様はユダヤ民族の中で身を置かれたけども、言います、ユダヤ人ではありません。アメンですか。イエス様は神の御子です。アメン。ただ神様はユダヤ民族を選び、
ユダヤ民族を通して救い主をこの世界に送り出すためにユダヤ民族を作られた。そしてユダヤ民族の中にイエス様は身を置かれたので、一応人間の目から見たらユダヤ人だと言っても別に間違いではないんでしょうけど、皆さん、神様の霊的な目から見たらイエス様はユダヤ人ではありません。イエス様は神の御子です。アーメンでしょうか。ただユダヤ民族はイエス救い主をですね、受け入れるゆりかごの民族として主がお選びになられました。そのことのゆえにユダヤ民族は選ばれた民族であることは間違いのない事実であろうかとは思います。さあ、そしてね、その名はインマヌエルと呼ばれると書いてますよね。で、インマヌエルという意味は何でしょうか。主が共におられるという、意味ですよね。インマヌエルですね。皆さん、私たちも実はイエス様につけられた別名インマヌエルですけれども、私たちクリスチャン、神の子たちもインマヌエルですね。アーメン。皆さんもインマヌエルですね。ね、イエス様、またの28章で何て言いましたか。見よ、私はいつまでも世の終わりまであなた方と共にいます。アーメン。だから私たちもインマヌエルです。皆さん、隣して言いましょう。あなたもインマヌエルですって言って、インマヌエルです。インマヌエル、主が共におられます。主が共におられます。アーメン。皆さん、これを本気で信じたらすごいことでしょ。主が共におられます、ね、言いましょう。インマヌエル、インマヌエル、ね、ハレルヤ、ね、インマヌエルってもね、歌たくさんありますけども、本当にね、私たちもインマヌエル、ね、イエスご意志もちろんインマヌエルそのものであられる、お方であるわけです。さあ、皆さんね、このイエス様の誕生は実は預言の中にあったということを確認しておきたいんですけど、ミカの5章の2節も読んでいきましょう。3、はい。ベツレヘム、エフラテよ、あなたはユダの子孫の中で最も小さいものだ。あなたの力、私のためにイスラエルの子も最初になるものが出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。ミカは皆さん、イエス様の来られる5、600年ぐらい前の預言者です ね。もうミカの生まれた時はベツレヘムはダビデ王様のふるさとであることはみんな知ってるわけだから、この言ってるのはダビデのこと言ってるわけじゃないよ。ダビデ王からずっと200年も後の人が言ってるわけだから、だから別の新しい支配者が来るってことはみんな理解してるね。で、ベツレヘムはあなたのところからイスラエルの支配者が出るよ、それは永遠の昔からの定めであると。すごいですね。昔からもう永遠から決まってるんだよってことに、すごい皆さん、神様にしか言えないような表現なんですけども、ベツレヘムはそうだよと言ってるんですね。そしてこのベツレヘムにやがて救い主が生まれる、ダビデと違って別の救い主が来るということは、皆さん、ユダヤ人の100人が100人とも知ってる事実です。だからベツレヘムといったらユダヤ人はダビデのふるさとであると同時に、やがて救い主がその町に生まれるということを彼らみんな共通の認識があるということですね。で、そのですね、ミカの予言の通りにナザレの、ね、イエス様がですね、幼いイエス様としてベツレヘムでマリアの中から生まれたというわけですね。予言された通りにベツレヘムで生まれた。そのことのために皇帝アウグストが知らない間に彼は神の御手の中で使われていたという不思議な神の摂理ですね。さあ、イザヤ書の6章の17章なんですけど、14節、私6章間違え、7章の14節、3、はい。それゆえ、主自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。ね、先ほどマタイ伝がね、これを引用してましたけども、この処女が身ごもっている。こういうことはね、普通のことでありえないですね。男女の営みなくして子供生まれるってことはありえないことですよね。だけども、もうユダヤはキリストの来られる700年も前に処女が身ごもってますよというね、不思議なことを予言して、その通りに処女マリアからイエス様はお生まれなさいました。そして文字通りインマヌエル、主が共におられるということの証しをなさったわけですね、はい。この処女降誕でね、つまずく人も結構多いですね。そんなことあるかと
かですね。でも神様全能の神様でしょ。アメン。神によって不可能ないでしょ。そしたら不可能のない全能の神様が少女を通して子供を授けることはない、難しくないよね。論理的には正しいじゃないですか。信じるか信じないかの話だけ。あとは論理的には絶対正しいでしょ。全能の神様だから少女からでも子供を作れますよ、そういう話です。それを信じるか信じないかだかって論理的には何の間違いもない。ハレルヤ、ね、さあ、イザヤの9章の6節か7節も予言があります。読んでいきましょう。3、はい。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主は主権はその方にある。その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなくダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今やるとこしまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。そうですね。ここで何冊に戻ると、あのイエス様の、ね、緑子が私のために生まれるよ、ね、そしてその方には力があるし、不思議な助言者、力の神、永遠の父、平和の君と呼ばれて、やがて来られる神の御子イエス・キリストは地上に来ることを、イザヤは ここで予言をしてまいるわけですね。さらにもう一箇所、アダムとエバがエデンの園で神に背いたその瞬間から、やがてこの世界に救う主が来るということの予言もあるんですね。これは原初福音というか、プロトエヴァンジェリズムという言葉で、プロトって言ったら原点という意味ですけど、プロトエヴァンジェリズムね、福音の原点と呼ばれてですね、この蛇が、ね、サタンが蛇を通してアダムとエヴァを欺いて、神様のですね、してはいけないということを誘惑して罪を犯させるでしょ。その直後に神様はですね、この蛇サタンに対して予言をするわけですよ、ね、エデンの園の出来事です。これ読んでいきましょう。はい。神である主は蛇に仰せられた。お前がこんなことをしたので、お前はあらゆる家畜、あらゆる野の獣よりも呪われる。お前は一生腹ばいで歩き、塵を食べなければならない。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。そうですね。ちょっと戻りますと、この蛇に対して、蛇はサタンのことの象徴なんですけども、一生腹ばいで歩き、塵を食べなきゃならないと書いてるでしょ。蛇の食べ物は塵だって言うんですよ。霊的に言いますよ。皆さん、私たちは何から作られた？聖書を見ると塵から作られた。皆さん、今最新の宇宙論も知ってます？宇宙は塵から作られてるって言う。これ最新の科学的な言葉ですよ。宇宙は塵から作られてるって、そういうこと言ってる、ね、僕たちのこの見てる埃かどうか別で、とにかく塵から作られてる。でも聖書は言ってますね。私たちは人間は塵から作られて書いてますね。塵から作られたから、あなたは塵に帰るんだよと言ってるでしょ。皆さん、人間も塵から作られた聖書を書いてるんですね。だからサタンは何ですか？塵を食べて生きるって書いてます。だからサタンは塵である人間を騙して、人間を欺いて、人間を食べて、サタンは自分の領域を広げている。サタンは塵を食べるんですよ。つまり人間を食べるんだよと言ってるんですよ。食べると欺き、そして誘惑し、神から引き離し、自分の支配下に置くという意味です。お前は塵を食べるって言ってるんですよ。まさに予言的な言葉ですね。で、神様を知らない私たちの多くはですね、私たちも以前そうでしたけども、神様と関係なく自分の思うような人生を勝手に生きてきたけども、最後は罪を持ったままこの地を死ぬ運命にあったんですけど、イエス様に出会って罪から許されて本当に感謝ですね。でも、まあ、それを知らない多くの人々はこの塵としてサタンの視野の中にあるということが言えるんですけど、さあ、お前の子孫と女の子孫との間に敵を置く。このお前の子孫はこのサタンのことを言ってるんですけど、この女の子孫、皆さん、これはやがて来たるべきイエス様のことを言ってるの。答えだけ言っておきます。女の子孫、ね、日本語は単数複数のことを区別つかないけど、英語の聖書を見ると、ね、シードと書いています。シーズじゃなくてシード、つまり単数の一人の人を指しているんです。皆さん、この女の人にやがて来たるべき女マリアから生まれるイエスご一心を指しているんですよ。サタンと
やがて来たらべき一人の種ですね。キリストとの間に敵を置くよ。その女の子孫である、ね、神の御子はお前の頭を踏み砕く。アメン。脳天を打ち砕くだけども、お前は彼のかかとに噛みつく。かかとに噛みつく。でも神の御子はお前の脳天を打ち砕く。お前は彼のかかとを噛みつく。皆さん、イエス様の十字架はどうですか。足を合わされて、足の甲からかかとに向かってね、それから釘を打ち込んでいく十字架、みんなそうです。まさにこれはね、イエス様の十字架の予言してるって言われます。しかしこのイエス様の十字架こそが、実はサタンのすべての策略を打ち砕く神の愛の愛による力です。アメン。十字架こそ勝利の秘訣です。十字架こそ私たちの勝利の源です。そのことを言ってるんですよ。十字架はサタンの頭を踏み砕く象徴である。だけどお前は彼のかかとに噛みつく。十字架を、ね、言ってるんですけども、これが最初に与えられたですね、福音だと言われてるんですけども、この成就のために神の御子イエス様がベツレムで密かに謙虚になってこの地上に来られたことを皆さん感謝しようではありませんか。神様、なんという謙虚なお方でしょうか。この地上のどんな宮殿やパレスに入れてもなお余りあるお方ですね。皆さんの中で馬小屋で生まれた人、マブラの中で皆さん産湯使った人いませんね。私たちこんな庶民でもですね、柔らかい布団の上で私たちは生まれてきました。でも神の御子イエス様は人知れずマブラの中に身を置かれました。イエス様は誰よりも低くなられたので、どんな人でも救うことがおできになります。誰よりもへりくだられたので、誰でも救うことのできる方が神の御子イエス様ですよ。アメン。最後にね、ピリピの2章6節から読んでお祈りします。3回。キリストは神の御姿である方なのに、神のあり方を捨てないと考えず、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえに神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えになりました。アーメン。天のお父様、誰よりも低くなられたイエス様に栄光がありますように。名もなき羊飼いに、その良き知らせを、第一歩をお知らせになられました神様の御心を感謝いたします。神様、どうぞ私たちがますます神様の愛の中を力強く主を見上げて歩みなさいますように、祝福を祈りいたします。どうぞ私たちの中にいつも謙遜があふれますように、夫婦の間に互いに使い合う心が与えられますように、神様、世の中においても私たちが本当に神のしもべとして使える心を持って、神様、このサーバントシップを持って神様生きなさいますように祝福します。キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それでは癒しのために、聖霊の満たしのためにお祈りを捧げます。求める方お立ち上がりください。天のお父様、イエス様の御名によって今日も聖霊の満たしと癒しを求めて祈ります。癒してください、癒してください。聖霊を認め、歓迎し、お迎えし、追い出し、明け渡し、すべてを追い出します。聖霊様、いつもご一緒に考え、計画し、判断し、決断し、行動し、イエス様の栄光をビジネスで、家庭で、社会で表していきましょう。もし大切なことで間違った判断、決断、行動しようとしていたら、教え、示し、あるいはストップをかけてください。天の父よ、イエスの名によって新しい油注ぎを祈ります。新鮮な新しい油注ぎで、油注ぎに満ち溢れますように。イエスの名によって聖霊を受けよ、聖霊を受けよ。油注がれ、喜んで主に仕え、旧霊の間に与えられ、家族や友や同胞の救いの完成のために大胆に用いられ、聖霊の賜物を注がれて、癒しや預言の霊に満ち溢れて、病人のために手を置いて、イエスの名によって祈ったら、病人がどんどん癒されていきますように。
あなたの奇跡が神の子たちを通して表されることを宣言いたします。否定的で悲観的な不信仰の思いを追い出します。イエス様にあっていつも前向きで肯定的で信仰の思い、また信仰の宣言がなされ、その言葉が成就しますように、主の御名によって祈ります。アメン。続いて癒しを祈ります。悪いところに置きましょう。今日のうちの要ちょっとね、あんまり体調が思わしくなくって、ふらつきとかムカつきとかあったりして、教会に、ね、来てないんですけど、本当に守られることを祈ってますけども、皆さんも祈られを祝福します。祈りを祝福します。天の父よ、イエスキリストの名によって今日お一人お一人が触れられ癒されますように。私たちはあなたの聖書の約束に立って祈ります。私は主であってあなた方を癒すものである。イエスキリストの打たれた傷によってあなた方を癒しを受けたのです。病んでる人があるならば教会の人に来てもらって祈ってもらいなさい。そうしたら病気から回復されるとありますから、ありがとうございます。イエスキリストの打たれた傷によって癒されたり、骨骨関節筋肉骨髄血液血管皮膚細胞遺伝子神経ホルモンのバランス、すべての臓器に触れてください。がん細胞が消えてなくなりますように、痛みが消えてなくなりますように、目や耳や鼻や口や喉や血を触れてください。血を触れてください。イエスキリストの名によって癒しを宣言します。癒されたれ。悪しき者の働きを運し、悪の良さを打ち破り、日本の多くの人々が日本の君から解放されることを宣言いたします。家計の呪い、罪の呪い、出世の呪い、忌まわしい記憶の呪いから解放を宣言いたします。神様どうぞ一人一人覚えてください。経済的な負のプレッシャーからの解放も宣言いたします。皇室の方々に神の救いが成就しますように。そして皇居の中にいつも賛美歌が流れていきますように。この日本に驚くような霊的な改革が起こりますように。2000年間ありえなかったことが起こることを宣言いたします。神にとって不可能なことがあるだろうか。人にはできないが神にはできる、神には何でもできるからである。主よどうぞこの皇室を変えてください。皇室のようにあなたの救いが成就しますように、どうぞ覚えてください。お願いいたします。悔いのリーダーから名もなき庶民に至るまで、あなたの救いが成就しますように。祝福を宣言し、イエスキリストの名によってこの祈りを天のお父様の上にお捧げいたします。アーメン。主に栄光あります。ハレルヤ。ハナマカスラマカ。それでは感謝の捧げ物をしますのでご準備ください。お祈りします。天のお父様、今から喜びと感謝を捧げながら、もう思いながら、賛美を捧げながら、10分の1聖願感謝礼拝ごとのそれぞれの思いと信仰を込めて捧げようとしています。受け入れてくださって、あなたご主の栄光と、またキリストの体の強化の人のために用いてください。捧げられたものの何倍幾百倍もの報いが天において、また地において豊かにありますようにとお祈りをお捧げいたします。どうぞ勤めている職場祝福し、人間関係の上下関係を祝福し、ストレスから守ってくださって、その職場のトップの方の上に祝福豊かにありますように。経営しているお仕事、ビジネス、クリニック、ご商売の祝福、発展、繁栄、資金繰り、すべての面におけるあなたの報いが豊かにありますように。就職活動の道が開かれ、個々の経済も守られていきますように。安倍首相をはじめ選挙もあるように聞いておりますけれども、どうぞ国政選挙においても解散本当に良いチョイスができますように。神様、日本の政治におけるリーダーたちが良い政策、内政、外交が実行できるように彼らを祝福してください。北朝鮮の金正恩の問題ありますけれども、どうぞ神様、この国が穏やかで話し合いのできる体制と変えられていき、同時に拉致問題の解決が起こりますようにと本当に祈ります。どうぞ覚えてください。神様、異教徒の中から大勢の方々が集団でキリストのもとに立ち返ってきますように。迫害されている教会とクリスチャンを守ってくださって、迫害している者の中から、かつてパウロが迫害者から
殉教者に変えられたように多くの人々が今帰って立ち返っていると聞いておりますけれども、どうぞ多くのイスラム教徒の中からクリスチャンが生まれてきますように、エルサレムと聖地のようには平和と繁栄と霊的な回復がありますように、今週も一人一人を覚えてくださって、事故、災害、災い、凶悪な事件から、特に交通事故の加害者、被害者に会うこともなく、公共の乗り物事故から、家族や会社の方々も含めて、安全の海で守り続けてください。子どもたちも、悪者や災いや大病や事故から子たちも守られていきますように。さあ、聖霊様、あなたのこの群れ、この町々、この民族、この世界を、ご一緒にリバイバルし、福音化してまいりましょう。主イエスキリストの御名によって、天のお父様にこの祈りを捧げます。アーメン。ハレルヤ。アーメン。主の導きの中を私たちは進む。ハレルヤ。主の雲の柱で、夜は日の柱で、主は私たちを導く。主は私たちの前を進みゆく。昼も夜もいつ昼は雲の柱、雲の柱で、夜は日の柱で、主は私たちを導く。主は私たちの前を進みゆく。昼も夜もいつまでも。ご起立いただきまして、主の祈りを捧げます。天にいます我が父よ、皆をたたえます。主イエスキリストの恵み、父なる神様のご愛、聖霊なる神様との親しき交わりが前にあります会衆お一人お一人の上に、また世界中のさまざまなところでさまざまな苦難の中にあられるすべての方々の上にも今からとこしえまで豊かに豊かにありますように。